よろしくお願いします。お疲れ様でした。今日の試合終わってみてどうでしたか。いや、まあ、サンガに、まあ、いいようにやられたっていうか、もう自分たちのいいところが全然出せずに終わってしまって悔しかったです。実際やってみて、その、まあ、京都っていうのはその今年すごい評価高いっていうふうに聞いてるんですけど、やってみてやっぱり違いましたか。そうですね、一人一人のポジショニングとかもすごい良かったんで、食いついたらいなされるし、なかなか取れなかったです。まあ、その後半の、まあ、最後の方はちょっと1個前に行ってっていうことでポジション前めにっていうかあったんですが、それはあれどういう指示だったですか。いや、特にはないんですけど、いつも通りあれってことだったんですけど、自分の良さはやっぱりボールを潰しに行くことだったりするので、まあ、自分の前の選手には絶対負けないように意識してました。まあ、あの J ユースもね、まあ、一応まあ今日は負けてしまったんですけど、可能性はまだあったりとか、高円宮もあるんですけども、今シーズンの目標っていうのを聞かせてもらっていいですか。まあ、可能性がある限り、まあ、G ユース決勝トーナメント行きたいですし、その先のプレミアもまだ可能性残ってるんで、これからチーム一丸になってしっかり戦っていきたいと思います。ありがとうございました。